ニュースポストセブンです。恋人はスーパーウーマンでした。衆議院山口2区の補欠選挙で初当選を果たした安倍晋三元首相の甥で自民党の新人岸信千代氏。信千代氏のそばには一人の女性の存在がありました。信千代氏の知人によると4歳年上の女性で細身で色白の蝶のつく美人ですとのこと。女性は大手企業の国際営業部に配属され、その後本人の希望で海外に赴任すると売り上げをなんと30倍にまでアップ。当時30歳にして子会社の最年少役員になり、2018年にはセブンルールにも出演した経験があるそうです。